ジの皆さんどうも、今日はこちら、先日購入した、21のカルカッタコンクエスト 100HZ と XG と呼んでますけども、あと21アンタです。こちらの試乗レビューをやっていきます。いやー、こちら見てください。マグライトスプール3が入ってます。もうこれをね、こちらのベイトリールは21、これ反射で映っちゃうから嫌なんだよな。まあいいや、これね、21のアンタレスですね。このミンとかマックスってありますよね、はい、これはブレーキ抵抗ですね。ここに書いてあるのはね、ミンマックス。はい、じゃあちょっと一投目だよ。5号巻いてます。うわー、一投目からもうキャストがバッチリのとこ行ったね。うわーすごい。やっぱ今あのピーンっていう音がやっぱシマノ最高峰の音ですよね。あの音はやっぱりシマノさんのこのアンタレスでないと出せない。うわ、上質、巻き感が上質だな。これ半端ないよマジで。何これ、やばいんだけど。ちょっと行くよ、投げるよ、投げてみるよ。全然バックラしない。ほら、投げるのが下手な私でも全くバックラしないリールです。うわー、剛性感がやば。マグライトスプール3使ってますから、これはいいわ。うわー、巻き感がやばい。それしか言えないけど、もう合成感と巻き感しか言えないけど。うわ、マジでいいよ。いいね。こういう風にやって、ここはドラグですね。ここでドラグ調整ができます。見て、この音やばくない？このドラグ調整の音、こんだけ上質な、上質なんですけど、全てが。でこちらがですね、なんと島の最高峰21カルカッタコンクエスト 100XG じゃなくて HG でした。ごめんなさい、前回間違えて紹介しました。21カルカッタコンクエスト100の HG ハイギアで、21でもう最高、要するにカルカッタのバス釣りするためにもこう最高の状態、くり抜きです。これ剛性感が違う。いくよ。うわー、やば。ほら、あんな軽いルアー投げても全くバックラする気配がない。うわー、巻き感はどうかな。あれ、巻き感はアンタレス超えてるかも。マジで。お、2つともこれ1回しか使ったことなくて、今のあのアンタレスは初めて使ったんですけど、巻き感はアンタレス超えてるぞこれ。マジ、食った？あ、違う。巻き感はこれ、やばい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 。ちょっとみんな待って、やばいやばい。もう一回いくよ。ほら、全く俺みたいな下手が投げてもバックラしない。でこれブレーキはここでね、ミンとマックスがあって、マックスっていうのはブレーキが強めだからバックラしづらいね。ここは状況によってルアーによって調整してください。うわ、ドラグの音がまた上質で、ここメカニカルブレーキね、ここでまあ微調整したりして、この音が全然違う。巻き感は軽かったのが上かもな。互角。マジで。ちょっと待ってみんな、ちょっと待ってもう一回投げるわ。21投げるわ。どっちがすごいか。21アンタレスの方ね。いくよ。ピーンというあの音が上質だね。巻き感はこれまた上質。マグライトスプールが全然違う。俺のアンタレスは、いや、これ俺のアンタレス全然違うと。これやばい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 。めっちゃいい。もう一言だけ言っていい、それしか言えない。ほら、壁ドンピシャ。今見た？映ってないか。調整もバッチリだね。だから狙ったとこに全部ルアーが飛ぶ、要するに投げて飛んでる最中に指で調整してパッて狙ったとこに投げれるのが、またこのアンタレスしかできない技だなこれ。
え、やばいんですけど。ちょっとちょっとみんな、もう一回行くよ、もう一回行くよ。21あんたです。これどんだけすごいか。行くよ。やば。対、うわ、引っかかっちゃった。フィッシュ、釣れた。対岸フィッシュ。対岸が釣れちゃった、あそこに。うわ、ぶっ飛んできた。いや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 。これはね、あの、もうなん、もうね、ちょっとね、言葉になんない。うん、あの、合成感が全然違う。マグライトスプールがね、マジで。いやー、これまた合成感とマグライトスプールが全然、ベールの回転が全然違います。でもうこんなに滑らかなリールはないね、他に。うん、なんだけど、世界最高の21のカルカッタコンクエストの最新バージョンのカルカッタコンクエストの王様のベイトリール、いくよ。うわー、ちゃうわこれ。巻き感が全然違う。え、ちょっと待って待って待って、アンタレス超えてないこれ、巻き感。え、ま、え、マイクロモジュールギアやばくないこれ。うわ、やば。何これこのベドリール。え、全然物が違うんだけど。え、全く。え、あ、これ巻き感では軽かったのがちょっとなんか合成感というか、持った時にしっくりくる、ここに俺の手のサイズ感からこうピタッとフォルディングできる。これ全然違う。え、ちょ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 、やばい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 何がやばいんだよって話だけどみんなそういうの言いたがるよな。やばい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 ってな、もうやばくねえよってはい、行くよ行くよ、次よ、こっち投げるよ。手に持ったフィット感は、投げて巻くじゃないですか。まあ今日まだそんな使い込んでないんでね、あれなんだけど、第一印象、高橋レビュー、使いやすさ、軽かったが上です。何が違うかっていうと、日本人って手がちっちゃいじゃないですか。で、僕も手はそんな大きくない、まあ中の下って感じで大きくない方なんですよね、手がね。で、そうやってやった時にフィット感、この軽かったのこれ持った時のフィット感が、ほら、もう手と一体化してる、手の一部になっちゃう。ほら、壁ドンピシャ。これ使いやすさ、投げやすさ、操作感は軽かったのが上ですね、個人的見解です、あくまで。はい、完全に軽かったの方が今手のフィット感はいいですね。はい、でこっちアンタレス、ちょっとこれ自分には大きいというか、まあこれ持った時はどっちが持ちやすいか、これ人それぞれなんだけど、こちらはね、やっぱりその DC ブレーキがあるからさらにバックラしづらいというその良さもあるんだけど、巻き感はすごいんだけど、持った感じ、こうやっての自分に手にフィットする、どっちがフィットするかっていうと、完全にこちらが私はいいですね、カルカッタコンクエスト。あと俺ね、 DC 音が、なんだ、擦れてるバスはね、 DC 音で逃げるんすよ。ピーンって言うでしょ、あの金属音でバスびっくりしちゃう。だからこうやって音がないでしょ。でこっちの方が超過は出るかもね。あの DC 音はね、結構ね、本当に擦れてるバスは、あのキーンだけでも神経質なバスっていうのはそれだけで逃げるから、うん。だこちらの方がバックラしやすいのはしやすい。なぜかっていうと DC ブレーキがついてないから。本当シマノの DC ブレーキって神様で、まあスティーズもね、本当にバックラしない、なんだろう、俺が子供頃に使ってた40年前の35年前のベイトリールなんて本当にバックラしまくるし、ちょっと操作ミスしただけでうわーバックラ、またバックラみたいな感じで、んでベイト嫌いになっちゃうっていうパターンだったんだけど、もうほぼほとんどバックラはしないね。
ただ投げた感じだと向かい風とかでガーって投げて、今ちょっとここほつれが出たよね。やっぱ DC ブレーキがない分、多少はやっぱりちょっと気を使って、向かい風バーッ強い風が吹いた時とかはブレーキ調整とかして、ちょっとこの痛みが出るね。やっぱあのルアーがすごい軽いルアー使ってるんで、あの空気抵抗がある、重りついてない、オオサンショウウオのノーシンカーで今投げてます。なので軽いルアーの場合は多少こうなんだろうな、バックラは全くゼロではない、うん、かな。軽かったね。はい、ただこちら手のフィット感では軽かったの方が上で、こっち俺あんま好きじゃないけど、手のフィット感は。ただこっちは投げるじゃん、もうドンピシャよ、うん、やばいやばいやばい、これやばいやばい。あのね、全くバックラする気配がないですね。なぜかというと DC ブレーキっていうのはコンピューターですね。で DC ブレーキの構造をちょっと説明させていただくんですけど、この中にコンピューターが入ってるんですよね、マグライトブレーキで、コンピューターが入ってるものですから、投げるじゃないですか、行くよ行くよ行くよ、投げるじゃないですかね、巻いてるじゃないですか。今この巻いてる時に中で充電しちゃう、電池が入ってます、永久電池入ってます。なのでこうやって巻くたびに電気が充電されて、投げると音が出るように、この音どこから出てるかっていうと、あの音楽のスピーカーみたいなのがついてて、でこうやって巻くと電気を作るんですよ。こうやって自分で手で巻いてるでしょ、これ今あの巻き時計と一緒、昔の電気を作ります。その電気で今スピーカーがついてますよ、スピーカーから電気を使って音を鳴らす、格好をつけるために音をつけてます。これがまたかっこいいんだ、アンタレス。ああ、これね、フィット感は軽かったが上なんだけど、正直どっちかどっちかにしろって言われたら、俺はアンタレス選ぶかな。あれもうだってもう操作が今投げた感じで、なんだろう、まあ、投げてるルアーが違うからな、なんと見えないけどな投げてるルアー同じでやれっていうレビューだったらって話なんだけど、ざっくり言う DC ブレーキの良さ、そしてアンタレスの飛距離が世界一、アンタレスより飛距離が出るリールはありません。はい、アンタレスが世界で一番飛距離が出ます、そういうベイトリールになってます。なのでその飛距離が出るというパターンだから、世界で一番飛距離が出るベイトリール、アンタレスプラス剛性感、あとマグナイトモジュール、うん、あと3、あのスプールは3使ってます。で全然物が違うで、いくよ、狙ったとこドンピシャ、毎回角に、あーこれ物ちゃう、うわーやばいやばいやばい、あーこれはすごいな。ただ島野さんに私から一つちょっとね、あの何でもかんでも褒めてもダメなんで、ちょっと厳しめに言うと、このアンタレスの良さと、くったよし根がかり対岸の根がかったかな、投げてたら、通りすがりの中学生と高校生2組ですね、声かけられました、もしかして神様ですかと私答えました。そうですよって、めちゃめちゃ憧れの目で見られた。今やばいって、俺もまあまあ人気あるな、俺めっちゃめっちゃ憧れの目で今中高生が話しかけてきて、もしかして神様ですかとそうですよと、これだから YouTube やめられないよ、承認欲求、これがいいとこよ YouTube のね、カメラ片手にグズグズ言ってきたら神様神様って言われちゃってこれはいいや、はあ、いやーでもこれね、あのアンタレスと要するに持ち感、手のフィット感は完全に俺は軽かったが好きですわ、うん、ただ投げ感とかいろんな面はどっちを使う、どっちか使っていったらこっち選ぶ、アンタレス、うん、ただこのちょっとコツがいるんだけど、旧型のリールって感じ、あのDC がついてないからね、ほらあんな感じで軽いリールルアーを投げた時にこういうたわみが出るよね。例えばこれマックスにする、ね、こうやってここで調整して、アンタレスはこれがないね、DC、なんでかって DC ブレーキがついてるから、 DC ブレーキがあるから
その絶対バックラさせないようにコンピューターがやるんだよね。こっちはコンピューター入ってないから、だからこっちこそ本当に男の釣りで、これはね慣れたらバックラしないようになるから、あの使い込んでいけば絶対バックラさせない設定で手に馴染んでくる。うん、ほら今ちょっとここ強みにしたら全くバックラしないね。あの空気抵抗が多いオオサンショウウオっていうルアーは空気抵抗が多いんですよ。これで重いリールだったらバックラしづらい。これね、これ投げると空気抵抗でふわーっとなる。これはだからそういう場合はちょっとここをブレーキを強めにしてあげればバックラ防止になるよと。うわー、これはほらほらちょっとタームでしょ。これはね、あとメカニカルブレーキで調整したりしてないと、あれはねオオサンショウウオというルアーが空気抵抗の強いルアーでふわーって途中でなっちゃうから、これをちょっとね 10g ぐらいの普通 の, スピあのルアーだったら全くバックラしないと思う。今軽くだけバックラしたね。これは使うルアーによります、はい、ノーシンカーオオサンショウウオはバックラしやすいと。また声かけられた。マジで俺結構人気だな。結構俺人気だよ。分かっちな、カメラ持っててさ、やっぱ声で分かんだろうな。ここ広々してるから声で聞こえててさ、俺高橋って名前って結構通ってるな。俺四国行っても中学生がめちゃめちゃ憧れの目で見てきても握手攻めよ、どこ行っても。まあ釣りやってない人はね俺のこと知らないと思うけど、釣りやってる人から見るとマジで憧れなんだろうな。憧れの目で見られちゃうっていうか。うわー、今調整したら全くバックラしなくなったわ。うん、ちょっとあのブレーキを強めにやって、うわーやばい、これ最高、軽かった。やっぱ男の道具感は軽かっただよね。うん、でアンタレスっていうのはそのなんていうのかな、さらにそこから進歩させたあのこちらのアンタレスというのは軽かったがもっと進化して、本当になんで宇宙人みたいなベイトリールだよね。ほら音が違う、コンピューター入っちゃってるんだから今考えられないでしょ。ベイトリールの中にマイクロモジュール、コンピューター入っちゃってる、スピーカーつけちゃってるんだから考えられないでしょ。ベイトリールの中にスピーカー入れて音出すって、その発想力またすごいよね。あ、これいいや。ちょっと俺ちょっとこれやばいってマジで。21やばい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 、ちょめっちゃ向こうで高校生がこっち憧れないでめちゃめちゃ見てくるまた声かけられる。人気だな俺も。ちょっともうそろそろ釣りビジョンみたいなちょっと出てもいいな、出ようかな釣りビジョンみたいなの。ああこれいいや、ああこれや、やばい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 、巻き感が全然違う、飛距離が全く違う。あのね、世界で一番飛距離が出るベイトリール、それが21のアンタレス。飛距離は出るわ、巻き感は剛性感、剛性感が、あー違う違う違う、やばい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 、これやばい。このベイトリールはアンタレスはやばいって、これいいよ。おう、これはいい、マジでいい。うわー全然違う、剛性感が。これ知らなかったら釣りの面白さ半減でしょ、この巻き感知らなかったら。アパ添いかけてきてんな。これねマジでね、この巻き感分かんなかったらあの釣りの技術うんぬん置いといて釣りの面白さ半分だわ、このベイトリール持ってなかったら。21アンタレス、やっぱり古いアンタレスもいいんだけど、まあアンタレス僕ほとんど全部持ってんだけど、アンタレスの意味に何台あるか、7台あるか、うん、あるコレクションであるんだけど、この21が一番いいわ。やっぱ時代は変わるな。うわー、じゃあ全然違う、合成感もう合成感しか言えてないけど、いやマジで本当にいいよ。なんていうのは、全てにおいてなんかレスポンスがいい。でこのカルカッタはカルカッタでなんかちょっと古典的な、なんだろう、手に馴染む、手に馴染むのはカルカッタなんだろう、男の道具感があるのは軽かっただね。でこっちはちょっとコツを覚えればもう全くバックラしない、今はね、うん、バックラもしづらい、うん、ちょっと調整がいるけどね、はい、投げるものによって
うわドンピシャやばいて、これはこのベイトリールはマジでやばい。いや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 これはやばいてやばいって言いたいだけでっていうね。でも本当にいいよ、もう道具感はマジでこっちだわ。だから本当に使い込む、本当の釣り好きは軽かった行くだろうね。でちょっと新しいもの好きはアンタレス、その最新の、もう言うたもこれもめちゃめちゃ進化してるからね、軽かった自体が。僕もう2015軽かったからずっと持ってますけど、コレクションとして持ってますけど、やっぱりその100っていうこのサイズ感がね、本当に手に馴染むっていうか、フィット感、持った感じも手と一体化しちゃうんだよね。あ、だから俺の手のサイズ的にはやっぱ軽かったぐらいの、こっちはちょっとね、俺の手の感覚だとちょっと鈍重な感じ、アンタレスは。ただ投げた時の DC ブレーキの感じは、そのブレーキが調整してる感じは全然上だね、アンタレスが。うわーやばいわ、これもやばいな、このベイトリールも。いやいやいや、これいるでしょう、これはマジでね。俺ケガニおじさんこれ説教したのよ、いらんいらんっつってさ。いやたまにはお前一生懸命死ぬ気で働いて買ってみんや、ダラダラせんとっつって、ああ頑張って仕事してさ、それでお金貯めるのもいいけどさ、やっぱこうやって使う金っていうのは、うん、またそのなんていうのかな、男の趣味で、これねちょっとこういう感じで、こういう調整で、これはいるでしょ、趣味感出ちゃう。全く違う、俺のアンタレスは全然違う。そこら辺の人が持ってるアンタレスは何もかも全部が違う、巻き感が、合成感が。もう今日3人目なんだけど声かけられるのもうやばいって。通行人もう全部俺のファンじゃねえかと思っちゃう、こんな人気あったら。やっぱカメラが三脚なけりゃなバレないんだけどな、三脚あるとバレちゃうんだよな、神様だって。 YouTube の釣り会っていうのはあれ俺が作ったからね、うん、これ何でも言う。で最近これ言うとさ、最近高橋は調子に乗ってるとかさ、なんか言ってくるやついるんだけどさ、調子に乗るのお前だろって、それ調子に乗ってるのはお前だっつって言い返しちゃうんだよ、うん、この釣り業界っていうか YouTube 界は全部俺が作ったね、うん、一番初めに釣り YouTube 始めたの俺だから、俺が引っ張ってったよな。で俺が引っ張ってって、でわざとやっぱ俺もさ、人柄がいいもんだから周りに譲るとこあるから、みんなに譲って、まあ俺はその後ちょっとまったりね、自分の釣りやってるわけなんだけど、もうほぼ俺があれだな、日本の YouTuber、 釣り YouTuber 全部俺が育てたと言ってもいいぐらいだからな、そういうレベルよ。俺がいなかったら今の YouTube ないから、 YouTube 自体がないわな。 Google にも感謝されなあかんで。ああ、うわーこれいいや、ほら、うわうわやばいってもうやばいってしか言えんくなんだけど、なんぼでも投げれる、朝から晩までなんぼでも投げれる、これなら、うん、何回でも投げて巻いて、もう投げて巻いてるだけで楽しいもん、うん、魚なんか釣れなくていい。バックラバックラ、おやば、バックラしないんだあれ。でも今ちょっと引っかかって投げて、それでもバックラしなかった。今の DC ちょっと頭良すぎるな、バックラさせないんだな。今引っかかってる状態で投げたのよ。で普段だったら大バックラよ。ただ DC ブレーキっていうのは皆さん何度も言うけど、コンピューターなんですよね。コンピューターがこの中に入ってます。なので考える、うん、だから状況全部分かっちゃう、絶対バックラしない。それがこの21アンタレス、そして飛距離が今世界で一番出てる。軽く投げただけでどんどん飛んじゃう、 100m、200m 飛んじゃう。うわこれはやみつきになるわ。魚なんかいないから、ここ鯉しかいないからバスいないから、ここただここ投げて巻いてるだけで全然楽しい。これが死闘レビューよ。あ
うわーやばい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 て。ということで今回ご紹介したのは21のアンタレスと、こちらねアンタレスと21のカルカッタコンゲスト XZ、 はい、これが最強でした。それでは。